はい。えー、セッション2ではですね、まあ、基本を侮るなかれというような警告文のような形で出てるんですが、まずはじめにですね、プログラムに絶対必要な基本的な情報だとか、まあ、便利なノードのコードブロックだとか、あとはまあ、ちょっとした情報処理のですね、テクニックをお伝えしたいと思います。それでは行きましょう。はい。えー、どうも。では、セッション2の方の、ステップ1の方に進んでいきます。えー、ここではですね、 えーと基本的な情報の作り方ということで、プログラムに必要なです、ね、数値情報、文字情報、またそれらに対する基本的な処理というものを学んでいきます。 はいえー、まずは数値情報というところをですね、えー、簡単に見ていきましょう、まあ。数値をですね、作るノードがいくつかあります、えーと。先ほどからですね、使っていたこういったナンバーノードやあー、またこのスライダーバーをですね、移動させることによって作成される、まあ、ナンバースライダー。あーまあ、こちらのインテジャー整数だけを作るスライダーもあるんですけれども、こちらにあるのはあナンバースライダーということで、小数点までを含めて作成できるものがあります。 あとはですね、そういった単体の数字のみではなくて、えっとまあ、複数連続した数字を使いたい場合はですね、例えばシーケンスとかレンジといったようなですね、まあ、ノードを使って作成することができます。後ほどですね、こちらのですね、まあ、ノードを使いながら、まあ、数値を作っていくという作業を行っていきます。はい、次にですね、文字情報です。 えっと、単体、こちらもですね、単体の文字列と複数の文字列を作るようなものがあります。それぞれはですね、先ほどのナンバースライドと違いまして、まあ一個ずつあるような形で、まずこのストリングノードというものを使いますと、まあ単体の文字列が作れると。 ここ,ここら辺にあるやつですね。そういったものになります。そして複数の文字列はこのレンジでですね、えーまあ、先ほど数値を作れるといったものも、もう文字もです、ねえー、連続して作ることができるというようなノードがありますので、そのあたりも確認していきます。で、えー、最後にですね、文字列はですね、インデックスというものがですね、また別途ですね、数値と違う形で入っていますので、そういった文字列の特徴として、インデックスというものを後ほど 確認していきます。はい、えー 最後にですね、えー、基本的な処理ということで、まあ、あの数値や文字をです、ね、作った後、どういった処理をするかというものも、この後ご紹介していきます。えーまあ、ここで簡単に説明いたしますと、まあ、例えば数値だったらもう同じ指則演算だとかですね、まあ、そういったものがあります。でえー、文字列でしたら、まあ、例えばそれを連結したりですね、えーまあ、分割したりといったような処理がありますので、えーまあ、そこら辺をです、ね、先ほどあった、まあ、クリエイト、リ リストクリエイトというノード、と、プラスですね、リストジョインといったものもあったりですね、いろんなノードをです、ね、駆使しながら情報処理していくという過程をですね、この後の動画で見ていきたいと思いますので、そちらの方をご覧ください。 はい。えー、では、まずですね、えっと、数値情報の方からいきます。えー、検索ボックスに Enum と押すと、まあ、先ほどから使っているようなナンバースライダーがあります。これはもう単純に数字を入れるだけですね。 はいその次にナンバースライダーというものを配置します、えーと。こちらはですね、この下三角、これですね、これを押すことによって、まあそのスライダーのですね設定がこの中でできるようになっています。最小値、最大値、ステップということで、えー、このバーをですね、えー、動かしますと、こういうふうに数字が動くと。例えばこのステップをですね、えー 0.5という形で設定しますと0.5刻みでこういった形で数値が動くような形になっています。はい、これとは別途ですね、えっ、ー、と、整数値のみのスライダーもありますので、えっ、ー、と、そちらはですね、インテジャインテジャースライダーと。 一応ですね、この小数点を含むですね、このナンバーというのは全般のです、ね、数値全般のお話なんですが、このダブルというのがです、ね、小数点を含むデータ型で、このインテジャーというものは整数値ですね、そういったもので構成されてますので、この設定値の中の、もちろんここら辺の数字も全て整数値で入力しなければいけないというような形になります。 はい、ではですね、えっと、連続した数値をです、ね、作っていきましょう、えー。シーケンスと呼ばれる濃度と、レンジと呼ばれる濃度があります。この2つの違いをです、ねえー、使いながら見ていきましょう。 えともうすでにですね、えー、規定値が入ってますので、何かしらのこうリストがありますが、これはちょっと無視していただいて、えー、ちょっとナンバー,ーノードをですね、1個用意します。えー、このスタートはですね、えー、数値の開始値になりますので、この0というものを例えばここに入れてみます。でここのアマウントというものはですね、えー、と何個の数値を作るかというものを指定するところですので、えー、こちらもナンバーを置きまして、例えばあ5つと。 という形でやっていきますと、ステップは規定値で1となっています。リストに5つの要素で、えー、0から始まる数値が並んでいます。ので、まあ、このステップをですね、いくつくにするかというところで、まあ、先ほどの例えばこのインテージャースライダーを接続してみましょう。今、あー 2というステップになりましたので0から始まって5つ二5ということで02468という形になっています。でこれをですねいくつ変化しても要素数は5つのままそのここで指定したステップの数の幅でですね数字がこういうふうに作られていくというような形です。 でそれに対しまして、このレンジというものが一体どういうふうに動くかというものを見ていただきます。まあ、この3つをですね、えー、そのままちょっとコピーして利、えー、用しましょう。レンジはですね、えっ、ー、と、ここにですね、一番上はですね、この開始値ですね。で、えーと、レンジというだけあってですね、幅をですね、指定しなきゃいけないので、例えば100までの数字という形で、えー、やっていきます。 ちょっと大きすぎるので10までの数字で一度やってみましょう。で、えー、エンドはこうなります。で、そうしますと、まあ、ここの元の規定値は1ですので、えー、ここの中で、えー、1, ご1ずつですね、えー、増えていって、えー、10という数字のこのレンジの終わりですね、が10になって、 た数値ののリストがまあ現れままます。すから始まってますので、まあ、11個あるというような形です。でここに、えーまあ、ステップなんかを入れていけるんですけれども、このインテージャースライダー、ちょっと0だとですね、エラーが出るので、まず1にしておきます。そうするとまあ同じです、えー。このステップをですね、どんどん増やしていきますと、えー、要はですね、10をですね、えー、幅にしてますので、それを超える場合は10よりも小さい値で、えー って言ったりしますとで、えっ、ー、と要はこの10を超えてしまうと、もう0しか残らないようなあ、状態になります。したがってこのレンジとですね。シーケンスの違いというのはですね。このステップ値をですね。まあ、いじることによって、ま型やまリストの数は減りません。というところ。 レンジはですね、まあ、最大値固定してますので、えーまあ、ステップによって、えー、要はこういったリストの中の要素数が変わっていきますよというような動きをしてしまいますというところがまあ特徴になってきます。 はい、えー。続いてですね、えー、数値はですね、簡単ですが、以上にしまして、えーと、ストリング、文字列ですね、えー。そういったものをですね、ちょっとこう見ていきましょう。えー、文字列はですね、ストーリングというようなデータ型ですので、str というような、あまあ、頭3文字ぐらいをですね、入れますと、こういった濃度が出てきます。 これも、えー、少し前にですね、えー、使用しましたが、まあ、例えばここに ABC というような文字列を打つと、まあ、これが要は文字列として扱えるようなノードになっています。えー、文字列をですね、単体で打つノードを、まあ、専用のノードはですね、まあ、基本的にはこれ一つというふうに考えてください。で、えっ、ー、と、先ほど数字でですね、連続した数字をですね、 作ってましたが、そのうちのレンジを扱いますと、実はですね、これで連続した文字列のリストを作ることが可能です。ここもストリングで、A というものから開始して、ここではですね、この規定値で基本的に数値が入っているので、文字列をいきなり差し込むとですね、一旦ここでですね、 えっと、エラー文が出てきますが、まあ、ちょっとこれは無視していただいて、えー、A から Z まで、ステップは1ずつということで、えー、やりますと、この出力は26個出てきまして、えー、A から Z までの文字列がこういうふうに作成することが可能になります。 もちろんですね、このステップもですね、ちょっとインテージャースライダーを持ってきますけれども、0だったらエラーになるんですが、1、2という形でステップを増やしていきますと、こういった形でですね、その、ここで指定した文字のですね、 感覚ごとにですね、えー、こういうふうにアルファベットが連続して発生するというようなことも可能になっています。はい。でですね、えっ、ー、と、文字はですね、えっ、ー、とまあ、こういうリストのインデックスとはちょっとまたこう異なってですね、えー、文字列というぐらいなので、えっ、ー、と、それ自体にですね、要、えー、は文字のですね、 順番というものが前からですね、順次あるような形になっています。では、このストリングにですね、えー、ハローというふうに打ってみます。そして、えー、ストリングのですね、えー、インデックスを調べるものとして、えー こういったストリングのインデックスオブというものがあります。ここに、えー、頭にストリングを、こう文字列を差し込んで、あとは何を探しますかというようなもので、例えば、いい、e、という文字を調べてみましょうとすると、これは1という数字が出ます。 1>, 1というのはですね、頭のこの1つが0になってきます。インデックスと考え方は一緒ですので、この文字列の中の頭は0になりまして、0、1、2、3、4というようなインデックスを実はこの中に持つというような形です。従って、ここで E という文字を探すと、0、1という形で、この1という数字が返ってくるというようなことになっています。 はい、これがまあ基本的にまあ文字列だとか数値の作り方とですね、まあ、文字列は少しこうインデックスの特徴をご紹介いたしました。ではですね、えー、と次にですね、そういった数値情報やですね文字列をですね使ってまあどういうふうに処理していくかというのをですね、えー、少し書いてまんでご説明いたします。えー、まずはですね、四、えー、則演算だとかそういったものをやってみましょう。 えっと、このナンバーノードをですね、まあ、とりあえず一つ用意いたしまして、えー、インテージャースライダーをですね、一つ置いときます。そして、えー、このマスと書かれてある、このライブラリの中にですね、 えこういったオペレーターズというライブラリーの中の分類がさらにありますけれども、この中にはですね、四則演算の濃度だとかそういったものが含まれています。例えば引き算だとか掛け算、あとは割り算、足し算とか、そういったものに加えてですね、こういうですね、余りを求めたりとかですね、不等式とか、 そういったものがあります。まあ、いくつか使ってちょっと見ていただきましょう。えー、とここではですね、まず簡単に足し算をしてみましょう。で、この足し算の濃度、プラス濃度はですね、説明文を読みますと、y に x を加算しますということで、y に x は2というふうにしましょう。 x を加算しますということで、これを接続すると、まあ3というノードがあって、まあこれで足し算、計算が回し上がることになります。まあ掛け算、引き算だとかも基本的には同じような形でやっていくことが可能です。もちろんですね、えっと、リストを入れてもですね、可能なんですけれども、えっと、リストを入れるときには、例えばですね、先ほどのシーケンスの中のですね、ちょっとこういうの人を、 こちらにしましょうか。レンジで024680というふうに作ったものをこの中に接続してみますと、えリストでですね、この2を全て足し算するような処理が走るというような形です。はい。それとですね、えとまあ不等式だとかそこら辺のもので、まあ例えばですね、えー、この、 イイコールイコーールルと書かれたようなです、ね、ものですね。これはあの等しいかどうかというものをですね、えー、まあ調べるといいますかそういったものを判断するような処理するようなものです、えー、例えば今2と1になっているものを x と y これもですね x を y に等しくしますかというふうに書いているんですけれども今 物が違うということで、ここで出力されるのはブール値と呼ばれるデータ型になりまして、フォルスというふうに出ています。例えば、このインテジャースライダーが次2になりますと、true になって、その先、合うものがないので、フォルスというような形になっていきます。 でですね、えっ、ー、と、まあ、あの、一応ですね、えー、まあ補足的と言いますか、ちょっと覚えてい,ていただきたいのはですね、まあ、数値の時はですね、そこまで大きく影響はしてこないんですけれども、説明文にある通り、y に x を加算しますというようなことで、要は、y があって x を足し算するというような、一応順番があるよというところだけ、一旦ここでですね、覚えておいてください。はい。 で、えー、と次ですね、えー、と文字列の処理の方に行きます。えー、ストリングノードをですね、一つ用意いたしまして、この中にはですね、日本語も入れることが可能です。例えば、こんにちはと入れます。そして、もう一つ、この後、 もう一回、ここで、こんにちはの後に、始めましてというような文字を打ってみます。で、えっ、ー、と、これらをですね、えー、と結合するような処理を行っていくんですけれども、ライブラリのストリング、一番下の方にあると思います。えっ、ー、と、そのライブラリの中に、えー、ジェネレートとかですね、えっ、ー、と、モディファイとかなんかそういったものがあるんですけれども、えー、ジェネレートの中にはですね、コンキャットやジョイント、 いったもものがあるんですけれどもこれらが一体何なのかというようなところですが例えばこの Join というものをやってみましょう今ですねこのセパレーターとストリングというものがありますけれどもあのリストクリエイトのようにですねプラスとかマイナスとかをですね入れるようなプラスとかマイナスとかでですねこのストリングをですね入力するポートをですね増やしたり減らしたりっていうことができます えまずはですね、ストリングゼロにこんにちはを入れて、は、え、じ、ー、めましてというものをストリングゼロに入れます。ただ、えー、とここにですね、えー、とセパレーターというものを入れないと、おこのストリングジョインというものはあ動作しませんで。このセパレーターというものが一体何かと言いますと、例えば間にハイフン入れたいよとかっていうときに、えー、そういったものを行います。えー、ストリングをですね、えー、入れまして、 えー、例えば、まあ、こんにちはの後にですね、ちょっとまあ、びっくりマークみたいなのをつけましょうということで、これつけますと、こんにちは、はじめましてということで、えー、文字列がこういうふうな形で連結さ,されるという形です、えー。このジョイントですは、ね。えージョイント 異なるものといいますか、まあよく似たものとして、こういったコンキャットというものがあります。これもですね、結局0、1という形でですね、こうやって増やしていけるんですけれども、こちらはですね、どちらかというと、えー、リストをですね、えー、一旦作りまして、で、えー、例えば今、こんにちは、はじめましてという文字を作りました。でこれを接続すると、 こんにちははじめましてという形でですね、えっ、ー、と、リストをそのまま,あまあ入れていくような形になります。従って、えー、これをですね、2つ接続しますと、こんにちははじめましてというようなですね、この連結された文字列がまあそれぞれできますということで、まあ、要はこの中に入れられた文字列ごとの、そのもリストの中に含まれた文字列を、まあ、 連結していってくれるというようなものでございます。あとはですね、文字列の連結の方法はですね、実は先ほどのプラスノードでも実はできるというところで、それを少しだけご紹介します。えー、こんにちはとはじめましてを使いますが、えー、こんにちははじめましてというふうに接続しました。あーということで、まあ、こんにちははじめましてと。 こういうような形で、また死産の方がされますと。ですがですね、先ほどここら辺ちょっと順序がありますよというような形をお伝えしましたが、例えば、はじめましてと、こんにちはをですね、逆転させると、こういった形でですね、逆転しちゃいますので、この順序はですね、しっかりですね、 えまあ、y に x を加算しますって書いてますが、まあ、どちらかというと、x の方が先に来て、y が後に来るというような意味合いで捉えておいていただければと思います。えー、こんにちは、はじめまして。まあ、これはですね、えー、まあ、2つしかあ接続できませんので、まあ,あのこの、このプラスはですね、結構こう、いろいろとですね、えっ、ー、と、使用がっては良くてですね、えー、例えば、このストリングジョインの時にですね、この、こんにちはと、 はじめまして、これ文字列文字列だったらいいんですけれども例えばここで、えー、数値で「こんにちは100」というようなあ数値をですね、えー、こういった形でですね、えー、連結させたいよと思ってもですねこれはもう文字列しかあ受け取らないのでですねこれは一度ナンバーノードのですね、数値をですね、文字に直す必要があります。 しかしながら、えー、このタスの方はですね、こんにちは、はじめましての後にですね、えっと、ストリングとですね、ナンバーが混在したとしても、こういうふうに文字列だというところで連結してくれるというような特徴があります。まあ、それぞれですね、まあ、ノードには特徴があって、まあ 使い方によってですね、間にセパレータ入れたい場合は、こういったジョインを使ったりとかですね、まあ、ただそのまま文字列増紙をですね、リストの中のものの要素を足し算したいときは、まあ、足し算というか連結したい場合は、こういうコンキャットを使ったりとか。 あとはもう数値と文字がですね、えー、混在するような場合はこういうプラスノードを使いながら、あまあうまくですね、えー、処理していっていただければと思います。えー、まあ簡単ですが、まあこういった形でですね、文字列とか数値というものをですね、必ずプログラムの中では作ったりですね、処理したりしていきますので、えー、まあこういった基本はですね、まず全体的に押さえていくようにいたしましょう。 はいえー、セッション2のステップには便利ノードコードブロックということで、まあその名の通りですね、ちょっとコードを打たなきゃいけないものなんですけれども、まあえっ、ー、と、これはですね、えー、結構便利なものですので、まあここでですね、事前に学んでいただければと思います。まずは基本としてですね、コードの特徴ということで、まあ入力のルールだとかをお伝えして、まあ関数だとかもですね、この中で実はあ打てることになりますので、その関数を活用しようということで、えー、まあデザインスクリプトというものがですね、このダイナモのコードブロックの中で、えー、特徴的なものです。 ものあとはですね、ステップ2の3として活用チップスということで、まあ、便利な使い方を、まあ、いくつかご紹介していきたいと思います。はいえー、では、初めにですね、コードブロックの基本ということで、えー、コードの特徴というところを見ていきます。えー、コードブロックはですね、えーとまあ、入力のルールが、まあ、いくつかありまして、 え、ま、それを正しく打たないと、ま、動作しないというような形になりますので、そのルールをお伝えし、え、ま、リストだとかですね、そういった、あ、ものも、内部で作るための、ま、ルールがありますので、そこら辺もお伝えします。であとはですね、このコードブロックの中で、計算式だとか変数を使うといったことができたりですね、え、連続する数値や文字を先ほど、ノードで作っていきましたが、このコードブロックの中では、ちょっとこう、特殊なコードになりますので、まあ、そこら辺をですね、後ほど 使い方っていうものを見ていければなと思います。 そして、えーまあ、その次にですね、えー、関数を活用しようということで、えーまあ、コードブロックの特徴としてデザインスクリプトというものをご紹介いたします。えー、デザインスクリプトっていうのはですね、えーまあ、コードブロックの中でですね、えー、使える、まあ、コード化されたノードをですね、まあ、ノードがまあ要はコードとして使えるよという形です。まあ、それのですね、入力方法だとかをまあ見ていただきます。まあ、これを使うとですね、まあ、どうなるかということで、まあ、グラフがスッキリしたりですね、えーまああの、たくさんのノードを 置かなくても、まあ、その中でで処理が進むとということで作業効率が上がるというところで、まあ、コードブロックをです、ねまあ、少しずつです、ねまあ、使って慣れていくことによって、まあ、グラフの作業効率が上がっていくというところがありますので、まあ、ここではです、ねまあ、コーディングの練習を少ししてみましょう。 はい、コードブロックのですね、学習に入ります。コードブロックはですね、ライブラリの中のですね、スクリプトの中にあります。スクリプトのエディターという中にですね、コードブロックが含まれています。これをクリックすると、まあ、ワークスペース上に現れるんですけれども、実はコードブロックはですね、えっと、別の出し方もあります。 検索ではなくてですねワークスペース上でダブルクリックをするといきなり出てくるというところがありますので、まあ、グラフを作りながらですね必要な時に応じてまあこのダブルクリックをすることでコードブロックがまあ出てくるというようなところですではですね早速まあここにコ,、えー、コードをここに入力というようなメッセージがあるところにですね、えー、カーソルを当ててクリックするとーコードが打てるような状態ですので、えー、中の書き方をですね少し学んでいきましょう まずはですね、えーと、コメントの打ち方です、えー。スラッシュをですね、2つ用意しまして、えー、緑の文字になればですね、その後ろにですね、コメントを入力することができます。コードブロックはこの後、コードをですね、ただ単に入力していくだけですので、まあ、それが何を意味しているかというのがですね、まあ、分かりづらくなるので、こういったあコメントをですね、えー、適宜入力していって、まあ、見やすくしていきましょう。 で、えー、今、数値というものを日本語で入れましたが、コードブロックは基本的に中身のコードはですね、半角数文字で打たなきゃいけないので、まあ、ここでですね、えー、しっかりこの半角から、半角 S にですね、えー、戻すようにしてください。ではですね、数値の位置をここに入れますと、水色の数字がですね、1個現れます。えー、このままで、えー、まあ、あの、ワークスペース上をクリックしても、まあ、大丈夫なんですけれども、 えー、そこでデータがおしまいですよという意味合いでですね、このセミコロンというものをですね、必ずこうやって入れなきゃいけないというようなまあルールがあります。これが一つ目の大前提ですので、えー、しっかり覚えておきましょう。で、二、えー、つ目いきます、えーと。こちらはですね、えー、文字をですね、えー、文字列ですね。 文字列を作っていきましょう。ここで半角英数に戻しまして、文字列をですね、作成する際は、コーテーションマークをですね、2つ用意して、その隙間にですね、文字列を打つような形です。もちろんですね、ここはですね、文字列ですので、このように、日本語でも結構なんですが、まあ、こういった日本語にしたらまたあの半角英数に戻して、セミコロンを打つと。 こういう形にすると、こういった形で、え、BC、こんにちはというような形で文字列が作成することができます。例えば、ここの初めのですね、え、コーテーションを入れつつ、 後ろのコーテーションを入れるのを忘れたりすると、こういった形でですね、EOF が必要ですと。まあ、EOF っていうのは、ですね、後ろ何か閉じるものが必要ですよみたいな形のね、ですね、ですエラーメッセージですね。えー、ですので、まあ、そういったこのコーテーションマークがないですよと言われているようなものだと思ってください。でコーテーションマークを入れますと、こういった形で ABC という形が出てくるようになるという形です。 その次にですね、えー、リストを作りましょう。はい、でリストはですね、えー、こういった大括弧で囲ってあげるというような形になります。えー、この中に、1、2、3、4という形を、まあ、コロンでですね、えー、隙間を入れていってあげることによって、えー、出力がですね、こういった形で、えー、リストが完成します。 で、えー、まあ、これは、アット L2 ということで、まあ、これを一回囲うとですね、えー、配列が作成できるような状態になります。に対して、え、これをですね、さらに大括弧で囲ってあげると、こういった形で、行列の形になります。したがって、この中にさらに配列を加えることが可能です。こうしますと、 えー、2つのリストが、まあ、できるというような形です。はい。ではですね、えっ、ー、と、この次にですね、えー、変数と式の方ですね、えー、少しご紹介いたします。まあ、変数とは何ぞやというところなんですが、まあ、とりあえず変数というものはですね、何かこう自分で定義する まあ、パラメータのようなものですね、まあ。そういったものを変数と呼びます。例えば、a というところ、a という文字を入れて、これはですね、文字列ではなくて変数ですので、ここはコーテーションマークは必要ありません。で、セミコロンを入れますと、今、左側にですね、a という入力ポートが発生いたしました。で、要はですね、ここにですね、何かしら数値を入れることができます。 数値なり、まあ何も、何、文字列、データですね。データを格納することができます。例えば、10という数字をですね、A に入れますと、先ほどこのコードブロックの中で A と入れたものに対して、10が代入されますので、出力としては10というようなものが出ます。で、さらにですね、この変数を使いまして、例えば、B という変数には、A、 たす、え、というような、あ、式も打つことが可能で、え、これは今、変数としてですね、a に10を代入してますので、この b イコール a プラスには、え、12というような出力が出てきます。はい。え、ここまでで,ですね、え、ま、データのこの行に対してですね、後ろにこの矢印、こちらは今度出力のポートですね。 えーとコードブロックは基本的にこう上から順次こう処理されていくような形になってまして、えー、と見えるですねこういった出力はですね一番最後の出力ですねこれがあこの、まあ、バルーンと呼ぶんですけれどもこの出力結果確認する窓の中にですね出てくるような形になるんですが、えー、途中のですねデータも実は抜くことができまして 例えば、ウォッチノードでこのリストを見ますと、こういったリストが抜けるようになってくるというような形です。はい。ではですね、えっ、ー、と、さらにですね、ちょっとこう変わったコードを紹介いたしますが、連続する何かをですね、ご紹介したいと思います。えー、例えば、まあ先ほどシーケンスとかレンジでですね、連続した数値を打ちましたが、 えー、一旦この行動を見ていただきます。1.4、えー、という数値を今入れて、えー、ピリオドを、まあ、ドットですね2つこう重ねるような書き方をしてデータを閉じると、一体どういうふうになるかというのを見ていただきますと、1から4まで連続する数値がここで発生いたします。でえー、同様にですね、実はこれ文字列も大丈夫なんですね。 A 点点、A、コーテンションマークの F というところまでを打っていくと、A から F までの連続した文字が出来上がると。数値に関しては、さらにですね、ちょっとこう特殊な打ち方ができまして、1点点、シャープを入れて、5点点の1と。 いうふうに打ちますと、これはですね、えっと、シーケンスと同じようにですね、えー、1という初期値、初期値といいますかあ、一番初めのスタートのですね開始値から、えー、5つの数字を1のステップでというような形で、えー、打つことが可能です。えー、で、えーまあ、レンジもですね、えー、同様にですね、えー、1から、えー、5まで、えー、を 1>, 1のステップでというような形で打ちますとこうなります。でこれを例えば2のステップでということになるので135というふうになります。で3になりますと14でまあ5はあ飛ばされるということでまあ先ほどのレンジの特徴と同じような動き方をいたします。 でえーまあ、ちょっと変わった打ち方として、えー、1点点、えー、10をですね、えー、例えばあ、まあ、3に近い隙間で、えー、やってほしいという時はですね、まあ、こういったニョロニョロマークをつけるとですね、えー、こういった形で、まあ、3刻みの,の10までですね、えー、やってくれたりとかですね、これを4に変えると、 例えば、まあ、4に近い数字ですので、まあ、4.5ぐらいのところでですね、こういうふうに分けてくれたりすると、いったようなまあ使い方があまあできるというところです。 えまあこういったですね、ちょっとしたテクニックなんですけれども、コードブロックの入力の基本ということでお伝えしましたが、こういったものをですねうまく使いこなしていくと、便利にやっていくことができるというところで、基本的なルールはですね、ルールとまあちょっとしたテクニックはですね、こういったもので少しこう置いといて、次にですね、コードブロックの特徴としてデザインスクリプトというものをですねご紹介したいと思います。 デザインスクリプトとは一体何というようなことなんですけれども、まあ、簡単に言うと、ノードをですね、コードで打つことが可能になります。先ほどですね、2点ポイントを作って、その後ですね、線分を引きましたが、あれにはですね、5、6個ぐらいのですね、ノードを使っていたと思います。 これをですね、このコードブロックの中だけで実は打つことが可能になります。例えば、ポイントの1、これをスタートと見立てまして、何かしらやっていくんですが、先ほどからですね、この文字をですね、打ったときにですね、何かしらこうリストのようなものがですね、現れてたと思うんですけれども、例えば、P と打ちますと、 えー、いろいろその候補となるですね、えー、データ型がですね、まず出てきます。で、ここの一番上にですね、ポイントというものがありますので、ここに、えー、上,上下のですね、えー、キーボードのキーを押して、この青のですね、カーソルといいますか、それをですね、合わせてタブキーを押すとですね、えー、こういった形でですね、 え緑の文字でポイントというデータ型の中の先ほどまで使っていたのはバイコーディネーツというノードでした。だからバイトを打ちますとその候補だけが絞られてやってくると。でここでまたタブを押すとちょっとこう深い青色の文字にが出てきます。 この部分があ、いわゆるその処理の方法、メソッドというところです。でこの後にですね、えー、引数を入れていくので、括、え、弧、ー、を入れていってあげると、その括弧の中の、えーまあ、どういった情報を入れなきゃいけないかというのが説明文として出てきます。で、えーまあ、2分の1と実はここが書かれてまして、まあ、2種類の入力がありますよということで、まあ、xy だけを入れるか、xyz を入れるかと。 というとこれれを確認しながら入れていきます今回はちょっと xy だけにしておきましょう。で、xy をですね、入力する際に、例えばまあ、ここで、a と0という形で、この中にですね、変数を組み込むことも可能でして、そうしますと、ちょっと一番初めにエラー出てきますが、ここに a という入力ポートが出てきます。 で、まあ、先ほどちょっとこうリストをせっかく作ったので、例えばこのシーケンスのですね、数値を、リストをこの中に入れていきますと、これが 3D ビューの中にですね、点が5つこう発生しまして、まあ、先ほど使ってたような形で現れてくるというような形です。つ続けてですね、この同じコードブロックの中に、 t2 というものを打ち込んでいきますが、同じくポイントドットバイコーディネーツ。これのですね、b の y 座標は1というところを、ものを打ち込んでいってあげると、またこれエラー出ちゃいますが、今2点作ったものに対して、この、 この1から3、1から5を3というところで、まあ、レンジでやっておるんですけれども、だから1と4ですね。1と4の数値がこのリストの中に含まれたこの点がですね、この中に今表現されるというような形になります、はい。で、まあこれをですね、さらにこの2つを使って、ラインというものを作っていきます。 ライン、えー、バイ、スタートポイントとエンドポイントというものが現れたら、ここで、えー、タブキーを押します。そして、えー、ここには、P の1というものと、P の2というものを入れましょうというふうに打ちますと、まあ、こういった形でですね、えー、と、まあ、先ほどのちょっとレーシングがですね、今この中ではまだ何もされてませんので、 ええー、まあ最短で、ええー、要素が1対1で対応するようなところで、ええー、線分が2本引かれるような形になります。で、えっ、ー、と、この中でですね、コードブロックは、あ実はですね、えっ、ー、と、レーシングという機能をですね、右クリックだとかを押してもですね、えっ、ー、と、メニューの中に出てきません。したがって、そちらもですね、コードで打つ必要が実はあります。ですので、 例えば、これ最長でだとか、まあ、最短でみたいな形のものをやるにはですね、こういったその、まあ、不等式をですね、で使うようなこの記号ですね、これを括弧としてこういうふうに用意してあげて、最長の場合はですね、1、1L、1L、1L というふうにやりますと、最短と同じ動作をこの中でしてくれます。 でまあ、例えば外積のようなことをですね、やろうとすると、えー、例えばですね、ここで L1 と打って、これをこのように書きます。で、これでですね、軸をかけていくと、まあ、外積のような形。まあ、これ自身はですね、レベルを指定して、まあ、最短でみたいな形でですね、やっておるんですけれども、まああ 解析ととと同じよううなでで、すね、出力が得られるということで、まあ、ちょっとですね、えー、とコードブロック、最後の方はですね、えー、なかなかあー知っておかないとですね、絶対できないことですので、まあ、こういったことをですね、ちょっとずつこう知識をしたためていてですね、えー、グラフの途中途中でですね、えー、このコードブロックをうまく使って、えー、少しでも作業をですね、効率化していければと。 いうふうに思います。この後のグラフの中でもですね、コードブロックを使うシーンありますので、その中でいくつか練習していきましょう。 はい、ではですね、コードブロックの活用チップスです。まあ、便利な使い方をです、ね、2点ほどご紹介したいと思います。まずはですね、情報の抽出がです、ね、コードブロックで便利にできると。まあ、要はインデックスを使って要素やリストの抽出するときのコードブロックのコードの書き方をご紹介します。 あとはですね、自作関数もですね、プログラムの中でですね、コードブロックを使ってできることになります。この中でですね、作った関数をですね、いろんなところで使える、いろんなところというのはこのプログラムのグラフの中のいろんなところという意味合いですが、そういったところで呼び出しとか、そういったこともできますので、そういった活用ケースをですね、見ていただければと思います。 はいえー、ではですね、活用チップスということで、コードブロックのです、ねまあ、便利な扱い方を2個ほどですね、ここでご紹介したいと思います。えー、とまずはですね、インデックスを活用した情報の抽出ですね。えー、とまずはですね、えー、とこれはですね、えー、インデックスを指定して、えーまあ、リストの要素を抽出するというノードはあるんですけれども、まずちょっとそちらの方からあー見ていただきます。えー、例えばあインデック のまあ少し頭文字あたりをですね何個か入れますとこの g e t イテムア a トインデックスと呼ばれるですねノードが出てきますのでこちらを一つ配置いたします例えば上のですね配列ありますけれども10から60の配列ですねこちらの方に今このリストを代入してあげますそして その後、インデックスを指定して、情報が抽出できるので、例えば、インデックス3番目のものを抽出しましょうというふうに入力しますと、このように40ということで、3番目0123というところの40という数字が抽出できます。 で、えっ、ー、と、方やですね、下のリストはですね、えっ、ー、と、要素数6つなんですけれども、中でですね、まあ、行列の形になってまして、0リストと1リストというものがあるという形になっています。こちらもですね、えー、まあ同様にですね、えー、同じものをですね、えー、やっていこうとするとですね、例えば、あ このリスト自体はですね、インデックスの番号がですね、リストの配列自体もですね、0と1しかなくて、この中の要素もですね、0、1、2しかないので、そのまま繋いじゃいますと、インデックスの値が超えてますというようなエラーが出てきます。ここでですね、リストを取りたい場合はですね、インデックスを例えば0と押すと、上のリスト。 1、えー、位置と入れると、下側の位置リストの方を取ってくるというようなあ形になります。えー、しかしながら、この中のですね、えー、ものをですね、抽出したいというときはですね、えー、これはですね、えー、一気に取れるわけではなくてですね、1、えー、回、この外側のですね、リストを1つ取った段階で、えー、もう1つですね、もう一段階、えー、このリストをですね、 インデックスで指定してあげて、例えば2番目のものを取りたいよってなったらですね、こういった形で、一度抽出したリストをもう一度インデックスを指定して、その内部を取ってあげるというところで、この数字が取ってくれるというような形になります。これをですね、コードブロックで書きますと、例えば何かしらこう入力するようなリストの変数を入れておいて、 大括弧で囲ったこの中にですね、インデックスの番号を書くというところで、A の3でデータの行終わりという形で入力してあげます。入力した直後はですね、こういった形でですねエラーは出るんですけれども、これはリストをつないであげるとですね、このエラーは消えます。で、3番目のリスト。 えー、要素を取ってきてくださいということなので、えー、ここが40という数字、先ほどと同じ結果が得られます。で、えー、この下のですね、えーまあ、行列の場合もですね、えーまあ、ほぼ同様なんですけれども、またこちらもちょっと A という変数を使ってしまいますが、えー、この場合ですね、例えばここに1と代入しまして、こういったつなぎ方をいたしますと、 えー、こういった形でですね、まあ、同じように456というふうに取れるんですけれども、えー、このコードブロックの便利なところは、こういった行列の場合はですね、2つつなげて書いてあげることができるんですね。従って、ここに2という数字を入れてあげるとですね、えー、この1つのノードで、えー、この2段階で取ってきたこの6という数字をですね、まあ、1段階で、えーまあ、取得できるということで、 えまあ結構これがですね、えー、意外とグラフを作る時にまあ便利になってくるようなケースがー多々あるというところで、まあ、あのこれは覚えておいた方がいいテクニックだろうというところです。 はい。えー、もう一つはですね、えー、コードブロックを使って、えー、実は関数をですね、このプログラム内でですね、自作することができるというところです。えー、その関数をですね、えー、ちょっと作り方をですね、皆様に少しご紹介いたします。えー、関数をですね、このプログラムの中で使おうとすると、まあ、定義というものが必要なんですけれども、その時にですね、使う言葉として def という、えー、ようなあまあコマンドと言いますか、 まあそういった定義をするための、まあ、文をですね、えー、コードをー入れる必要があります。e、えー、フと入れますと、まあ、紫の文字になりまして、えー、こういった形で、えー、デフというものが宣言されますと。でここの後にですね、えー、自分の関数ですね、えー、myf と今回はいたしましょう。えー、自分で、えーまあ、名付けた関数の名前を付けておきます。そして、 その後ろにですね、えー、変数として A と B というものを入力したら、まあ、答えが返ってくるような関数ですよという定義をしてあげます。はい、でその次にですね、えー、中括弧を囲ってあげて、えー、最後は閉じてあげなきゃいけないので、事前に書いておきます。で、えー、この中括弧内にですね、えー、自分の定義,定義したい式をですね、まあ、入力していくと。 というような流れになります。ちょっとですね、えー、まあ、見やすさのために私はここで一度タブキーを押してですね、この中括弧の中に入っているものはこの式ですよというのを分かりやすくしているようなこともやっています。こちらは作法ですので別にあの、タブキーを押そうがお供えがですね、中括弧の中であればまあ動作しますので、どちらでも構いません。ではですね、 えっと、ここでですね、まあ、A と B という、例えば、数字を使って、変数を使って、何かしらの処理をかけるというところで、A という数字に5をかける b というようなものをですね、答えとして、 返してくださいよというところで宣言するのがリターンというような文面になります。で、このリターンを返してくださいというところをこうやって書いておきますと、ごめんなさい、終わりのデータの終わりというものを入れるのを忘れておりました。こういった形でですね、書くことができると。 でまあ、これ自身はですね、入力も何もないような状態でして、えー、と今、塗るという形でですね、えー、答えも何もないです。えー、しかしながら、えー、とこれをですね、えー、別のところでですね、コードブロックを立ち上げまして、えー、ここで、えー、マイと入れてあげるとですね、ただいま上のコードブロックで定義したですね関数がこのプログラムの中で出てきます。これをですね、 タブキーを押してやってあげて先ほどのデザインスクリプトのようにですねカッコって押してあげるとですね変数 A, A と B というような形で何かしらの入力が出てくるというところですでここの中に例えば1と2という形で変数を入れてあげてデータおしまいですという形でですねこれで実行していってあげるとですね すでにこの中で先ほどの a たす5る b というような計算がもう終わっているというような形で式の定義ということができるというところです。これはですね、このコードブロックの中じゃなくてもですね、何個でもですね同じものをですね、用意することができてですね、同じような式をですね、何度も使いますと。 いうようよな時にはですね、まあ、これが結構こう活躍するところがあるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、まあ今はですね頭の片隅に置いといていただきまして、えー、まあ同じような処理をする場合にあそういえばなんかこういったコードブロックの便利な使い方があったなという時に活用されてはどうかと思います。 はいえー、セッション2の一番最後にですね、えー、とステップ3として、まあ、情報処理のテクニックというものを学んでいきます。 えー、ここではですね、まあ、情報をまとめるとありますが、まあ、条件を使いながらですね、まあ、情報をうまくまとめていくような能度がありますので、まあ、そういったものを学習しましょう。そして、その後にですね、少し練習するんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、初めに考えることをですね、事前にお知らせして練習の方に入っていきたいと思います。で、えー、最後はですね、まあ、情報処理の t i ップスということで、えーまあ、ちょっとですね、情報をですね、 条件を使う部分ドでですね、たまにあるようなですね、困ったこととかですね、ありますので、まあそういったところをですね、皆さんと共有したいと思います。 はいえー、セッション2の3の1はあ、情報をまとめるということで、まあ、条件を使いながらです、ねまあ、情報をです、ねまあ、リストだとかをです、ねえーまあ、抽出したり、まあ、2つに分けたりといったようなことをやっていきます。えーまあ、どちらか選ぶというようなときにはです、ねえー、おなじみの IF というノードを使いながらです、ね、True なら A、それ以外なら B という形で、まあ、情報をです、ねまあ、分別するようなことができます。 えまたですね、えー、リストの中身を分けたい場合はですね、えー、例えば true とか false で分けたりとか、あ鍵となる情報ですね。えー、まあ例えば右の図で言うと、まあ、いちご、キャベツ、バナナ、牛とあるんですが、フルーツ、野菜、フルーツ、動物みたいな形のですね、そういったキーを使ってですね、グループ分けするようなこともできます。でえー、またですね、まあ、関数を使って分けたりと、まあ、様々なですね、えー、まあ状況を使うノードがありますので、それぞれの、まあ、特徴をつかんでいきましょう。 また次にですね。 えまあグラフの方をですね、まあ、本格的に作っていくような、まあ、練習をしていくんですけれども、まあ、ここではですね、初、まあ、めに考えることということで、えー、と何をしたいかを明確にしましょうということで、えー、まず目的があると思いますが、あ結構大きな目的だとですね、なかなかこうグラフを作るのにです、ね、とっつきにくいということで、えー、その目的の中をですね、より小さく分けまして、えー、まあ例えばあその中にですね、偶数だけ抽出するようなですね、えー 処理が必要だというようなぐらいのです、ね、大きさの目的にですね、どんどん分けていったものをですね、えー、素早く想像できるようにしていこうというところです。まあ、目標としてはですね、5から10個ぐらいの濃度はですね、まあ、素早く、まあ、頭の中で想像してグラフを組み立てるということをしましょう。で、えー、その小さなです、ね、目的の中にですね、えーまあ、使える情報は一体何だろうとかですね、あと、まあ、処理のロジックはどうしようというところで、まあ、どう料理をしていくかというところで これもところもしっかりとですね、えーまあ、想像をつくようにいい練習していきましょう。えーまあ、そのために、です、ねまあ初めは小さなグラフからですね、まあ、コツコツとちょっと練習していくということをまあおすすめします。えー、では、ですね練習の方に入ります。 はい。えー、ではですね、今ここにある配列を使って、えー、まあこの中には奇数と偶数、まあ、たくさんこう並んでおるんですが、この中からまあ偶数だけのリストを取るというような処理をですね、今からちょっと何パターンか、2パターンぐらいですかね、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。まずはですね、まあ、一番オーソドックスな方法をちょっと考えましょう、えーと。まずですね、偶数か奇数かを調べるというところに、 時にですね、オーソドックスな方法として余りを求めるというようなことを考えていきます。このリストをですね、X 側に差し込んで、えー、ナンバーノードを入れまして、えー、一旦2で割ってみましょうと。 ということをしますそうすると、えー、この中あこれをですね2で割った余りがですねここに全部出てくるわけなんですけれどもお1とお、まあ、0というような、まあ、数字が羅列されるようになるという形です。まあ、こういったですね、えーまあ、余りがですね01とかいうこういったあの分かりやすいですね、えーまあ、分けが出てきたらですねやはりこの後ですねブール値のようなものをですね、えー、取りたくなってくるというところで、えーまあ、イコール濃度をですね えー、おきまして、この余りが0のものが弱く数ですので、0、えー、のものに等しいものを、えー、ここで、まあ、トゥルーというふうに、えー、識別するというような形です、まあ。これでトゥルーとフォルスが分けられましたので、えー よく使うノードとして、ここでブール値を使ってですね、フィルターをするというノードがありまして、まあ、リストフィルタ e r b ブールマスクというものなんですけれども、この入力ポートのですね、リストの方にはですね、フィルターをするリストということで、今回はこの一番初めのこのリストを差し込んであげます。そしてこのマスクの方にはですね、マスクを表すブール値のリストということで、先ほど出したこちらのブール値をですね、一対一で対応してますので、差し込んであげますと、 えー、こちらのですね、true、えー、はですね、こちらのインの方に出てくる形になります。えー、ウォッチノードでですね、その出力を確認しますと、えー、この通りですね、えー、偶数だけになっているような、まあ、リストがですね、ここで得られることができました。あこれでですね、えーまあ、偶数だけを取得するといったような処理が一つ完成いたします。 はいえー、と方法はですね、まあ、これ一つではないので、まあ、せっかくですので、もう一通りぐらいですね、えー、やってみたいと思います、えーと。まずですね、このイコール濃度までをですね、ちょっと一旦消してみます。えー、ともうすでにですね、ここで0、まあ、1という形でですね、何かしらあこう分けれそうなですね、まあ、雰囲気があるというところがありますので、えー、これをですね、使ってちょっと一旦このリストをですね、グループ分けしてみましょう。 えー、グループとこういうところで、えー、このグループバイキーというものを使ってみます。で、えー、このリス、えー、グループバイキーというものはですね、まあ何かしらのキーに基づいてリストをグループ化してくれますので、えー、グループ化する項目のリストということで、このリストを差し込んでみます。そして、えー、この01というですね、この数字をキーとしてですね、グループ化してみましょうと。 そうすると、えー、こういった形でですね、えー、2つのリストにですね、えー、このもともとの配列をですね、まあ、分けてくれるというような機能があります。で、えー、とこの中でまあ1なのか0なのか、このユニークキーがありますので、まあ、これの要は0になる部分をですね、こっちのこのリストの方からまあ抽出してあげると。まあ、あの単純にですね、コードブロックでやってもいいんですけれども、 えとまあ、ここでですね、まあ、0、1という数字がせっかくありますので、まああのまあ、確からしさといいますか、あーまあ、確実に偶数を取れるようにするために、えー、このユニークキーと同じ、えー、0になっているようなこのインデックスを取ると、このリストが今度対応してきますので、えー、ここでですね、えー、インデックスを使います。えー 検査対象の要素が含まれているリストはこのユニークキーから取りましょう。ここで何を調べるかと言いますと、0になっている数字をのインデックスを調べますと。そうすると、1というような数字が出てきました。ここでですね、最後にコードブロックにですね、先ほど練習した偶数のリストとして、 最後のアンサーとしてですね、ここに、今度は変数 A というものを入れますが、これが、要はですね、ここの A に入ってきてですね、このグループの中から、その変数に入ってきたインデックスを取得するというところをやりますと、先ほどと同様にですね、こういった形で偶数値が得られるというような形になります。 まあちょっとこちらはですね、えー、まあ遠回りのように見えるんですけれども、まあ、あ処理としてはですね、まあ、あ先ほどのものとまあそこまで変わらないといいますか、まあ、こういったですね、えー、何通りかですね、えー、パッドを想像してですね、えー、すぐに組んでいけるようなあスキルをですね、えー、まあどんどん磨いていただいて、えー、まあグラフをですね、えー、効率よく作っていけるようにまあ頑張っていきましょう。 はい、えー、セッション2の一番最後はですね、まあ、情報処理のチップスということで、まあ、こんな時どうするっていうところをですね、ご紹介したいと思います。えー、まあ、ちょっと先ほどですね、IF ノードをご紹介しきれなかったので、IF ノードのあるあるというところで、まあ、IF ノードの使い方に加えてですね、えー、たまにですね、要素数が異なる場合にですね、えーまあ、エラーが発生せずにですね、そのまま処理が進んで、後からあれっていうようななるシーンがあるので、まあ、そういった時にどうするかという対処方法と、 あと、グループ化あるあるということで、まあ、先ほどグループ化して、まあ、グースリストを取ったんですけれども、まあ、結局ですね、最後の最後で、まあ、もう一度元の並びに戻したいなというようなこともまあ想定されますので、まあ、そういった時にどうするかというような対処方法も合わせてご紹介していきます。 はい。えー、ではですね。えっ、ー、と、今から、まあ、IF だとかですね、グループ化のあるあるということで、まあ,あ、情報処理のですね、チップスをですね、いくつかご紹介したいと思います。えっ、ー、と、まずはですね、IF ノードをですね、ちょっと簡単にご紹介させてください。えー、こちらが IF ノードになります。えー、これはですね、えー、 ブーリアンという、まあ、ブール値をですね、使って、トゥルー・フォルスというような形で、何かしら、こう、トゥルーだったらあれが出る、フォルスだったら、まあ、こっちが出るというような形でですね、情報を抽出することができます。まあ、例えば、0と1という数字をですね、トゥルー・フォルスで、 変えてくださいという形のものであれば、こういったつなぎ方をしてあげることによって、今、true ですので、0という出力になるんですけれども、false という方にチェックを入れるとですね、この false 側の数値がこちら側で出てくるといったような形になります。はい、一旦ですね、これをですねえ置いときまして、 えではですね、true の時にですね、偶数のリスト、false の時に奇数のリストをですね、えー、欲しいよというような処理をかけてみたいと思います。えーまあ、この true,false でフォルス、false が奇数のリストを取るようにしますので、false の方に奇数のこのリストを入れて、true の方に偶数のリストを差し込みます。 ちょっと見やすさのためにブーリアンを下に下げますが、出力としてはですね、今このように、今フォルス奇数のリストを取りたいよという時にですね、19項目のこのリストが出てきます。しかしながらですね、これ true に変えますと、偶数のリストは出てくるんですけれども、 元のリストがですね、25個あったのに対して、実は19個になると。これはですね、この奇数のリストの要素数に合わせたものしか出てこないというような形になっています。じゃあ、こうなったらですね、えっ、ー、と、リストの構造とか、ああ要はレベルをしようみたいなことをやりたくなってくるんですけれども、IF ノードにはですね、そういった設定が実はございません。こういったところで、えー、とたまにちょっとこう困ることがあるよというようなところです。 これの対処方法をですね少しご紹介いたします今このリストをですね結局要素数が違ったものをそのまま差し込んでもダメということなのでちょっと別の方法を考えますどうするかと言いますとまず一旦ですねこの2つをですねリストクリエイトで例えば偶数は0 で、奇数はインデックス1ということで、0、まあ、リストの方に偶数と1リストの方に奇数のリストを差し込んであげるというような形で、一つリストといいますか行列を作っておきます。そして、i f ノードの方はですね、まあ、先ほど使っていたようにですね、えっ、ー、と、true の時に0。 というものを出してフォルスの時に1という数字を出します、はい、今なのでトゥルーの時には0ですこの01という数字をです、ね、使ってこちらのリストの中からインデックスを指定して取り出すというようなことをしてあげることによってこの if ノードの対処ができるようになります えまあ先ほどですね、インデックスオブの方で,もです、ね、使った変数を、インデックストのところに変数を入れたこのコードブロックを使ってあげて、この抽出したいリストを差し込み、i f ノードで出てきた出力をこの a という変数に差し込んでいってあげると。そうするとですね、 今、0という数字が出てきてますので、この25個のリストが無事出てきたということです。これを例えば f ォルス e に変えますと、19個のリストになって、要はこの奇数の要素が抜き出されたというような形です。 まあこういった形でですね、えー、そのままリストを掘り込んでもですね、予想数が違う場合はですね、IF、え、ノードの場合ですね、エラーを出ずにですね、ああいった形で短い方のリストに合わされてしまいますので、えー、後々気づいたときに結構大変なことになりますので、まあ、そこら辺は注意をしていただきながら、まあ、こういった手法をですね、えー、駆使して、えー、どんどん進めるようにいたしましょう。 はい。えー、いうふうについてはですね、えー、こういった形でチップスをですね、ご紹介いたしました。えー、その次にですね、えっ、ー、と、こちらにですね、えー、これはまあ、元のですね、キスグス分ける前のリストなんですけれども、まあ、何かしらですね、この分けた後にですね、えー、このリストの通りにですね、元通りに直してあげたいなということが、まあ、たまに起きたりします。 ですが、まあ今、偶数と奇数を抜き出したことによって、まあこの中、このリストとはですね、もう全然順序が違いますので、まあこういう場合にどうしようかというような対処方法をお伝えいたします。まずですね、要素数を合わせるために、まあ25と19、まあこれはもともとこの中のリストですので、まあこの2つをですね、1つの配列の中に入れるために、 ジョイン、リストジョインというものをですね、一回使います。リストジョインの方で、まあこれもどちらでもいいんですけれども、まあこういった形でですね、配列をひとまず作ってあげると。ですが、こっちとの順序はですね、全然バラバラになっているような状態。93から始まっているのに対して、こちはインデックス0は六から始まっているような状態ですね。こういった状態になるという形です。 で、えっ、ー、と、前はですね、この数字と、この数字を照らし合わせて、えっ、ー、と、まあ、元のところに戻してあげたいという時にですね、まあ、先ほどもですね、えー、ちょっと使っていた、えー、インデックスオブというものをですね、えー、使います。えー、これがですね、えー、と検査対象の要素が含まれているリストということで、まあ、このな、こいつを検査対象にいたします。で、インデックスを返される要素ということで、 これ差し込んでいってあげるとこの6は2番目のインデックスにいますよというような形で数字を返してくれます。要はですねこの6という数字はこっちのリストの中の2番目のインデックスに6がいますよという形で全てにおいてこういって た形で出力がされれますこれは前提としてはですね一個一個の場合はデータが違う場合ですねそういった時にはですね有効になってきます。でこのインデックスを使ってですね最後どういうふうに元の順番に戻すかというところなんですけれどもここでですねソートというものを使います。 ソートもですね、先ほどのグループと一緒でですね、こういった形で、ソートバイキーというものが存在しまして、このソートバイキーをですね、使ってあげることによって、この今、ここで出てきたのがインデックスなんですが、これをキーとしてですね、ここでとりあえず合体させたリストをソートしてあげると。そうすると、 こういった形でですね、93156、えー、まあ元の形も9 3十5 6といった形でですね、えーまあそうえー、このここで求めたインデックスを一度こう、準にこの中で勝手に並べてくれてですね、えー、その通りに元のリストに戻してくれるといいますか、そういった形で相当してくれるようなものになります。まあ、こういったものをですね、使って、えー、何かしら処理した後でもですね、 えとまあ、別にこれ数字が変わっちゃってもですね元の数字をそのまま、えー、こういったロジックに入れてからそうとすればいいというだけでですね、えー、まあ元の形に戻していけるというような、まあ、こういったものもですね一、まあ、つのテクニックとしてありますので、まあ、こういったテクニック細かなものですけれども少しずつこうしたためていくようにしましょう。